徳永佐野は、島田陽七の母方の祖母であり、小説、佐賀のガバイバーちゃんのおばあちゃん本人である。徳永佐野は1900年に、佐賀県で、持ち流しの血を引く裕福な家庭の子女として生まれた。24歳に当時自転車店を営んでいた、島田陽七の祖父と結婚。13歳年上で37歳であった。結婚の後、徳永秀子を含む7人の子供を産んだが、 夫が55歳で他界したため、女で一つで育てることとなってしまった。また、当時は太平洋戦争中でもあり、空き地を耕して作った菜園で野菜を育て上をしのいだと言われている。43歳から学校の掃除婦として毎朝4時から働き、78歳までの35年間一度も休まなかった。7人の子供を無事社会に送り出した後、 しばらくは一人暮らしであったが、秀子の計らいで孫にあたる島田洋七と一緒に暮らすことになった。約8年間一緒に暮らしたが、秋広がさらに高いレベルで野球をするため、高陵高校進学を決めたために広島へ戻ることとなり別れた。その後、島田洋七が漫才師となってからも彼を支え続け1991年に去年91で他界した。 1993年以降、島田洋七が徳永佐野と一緒に暮らした8年間のエピソードを描いた小説、佐賀のガバイバーちゃんが出版され、ベストセラーとなり、一躍有名人となった。また、徳永佐野が語った言葉は、ガバイバーちゃんの送る言葉、辞書、徳馬書店などで出版されている。ありがとうございます。